まず青コーナーの後方から挑戦者のケン・ブキャナンが入ってきました。挑戦者のケン・ブキャナンです。それではケン・ブキャナンに一言聞いてみます。何回で KO するでしょうか。I don't know. どんな試合をしてくれますか。 I'm going to box like a champion. Good luck. 本来の自分の本来のチャンピオンらしい、勝負をしたいとこのように言っております。ケン・ブキャナン、リング上に上がりました。イギリスからは3人目の挑戦者、ケン・ブキャナンです。チャンピオンのガッツ石橋選手の入場でございます。そして赤コーナーの方もおなじみのガッツ石松の入場でございます。チャンピオンの石松に用意ができましたら足利アナウンサーから聞いてもらうことにいたします。道中学校に参加した石松さん、調子はどうですか。いつもと変わらないです。今日はね、幻の身に何ラウンドに出ますか。10回前後に出します。10回前後ね。はい、頑張ってください。幻の身には10回前後にご期待くださいというガッツ石松選手が今松ヤニをしっかりとつけましてリングに登場いたしました。もう観衆が大きな歓声を上げまして今サンド傘を投げましたチャンピオンの石松。平井さん、はい、石松の表情はどうですか。非常に明るさとですね、やはり自信に満ちた、はい、表情ですね。本日のメインイベントWBC 世界ライト級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー WBC 世界ライト級チャンピオン135パウンド BVD 種目ガッツ石松。1ヶ月ぶりの地元東京のリングで大いに燃えておりますチャンピオンの石松。4コーナー挑戦者 WBC 世界ライト級1位133パウンド4分の3イギリスケン・ブキャナン。1972年にタイトルを失ってから至福3年待ちに待った世界タイトル挑戦です。イギリスはスコットランドから来ましたケン・ブキャナン。なおこの試合のレフリーはアメリカのリック・ヤング、ジャッジがイギリスのハリー・ギブス、そして同じくジャッジ日本の海老根誠司、外国人2人日本人1人の構成で行われます今晩のタイトルマッチ。両選手がリングの中央に現れました。白井さん、はい、ブキャナンの試合はもちろん日本の人々はほとんど初めて見るわけですが、はい、どんなところを注目してみますか。この人の、ね、やはり注目は、ね、スピードですね、はい、レフト、フットワークですね、はい、この点が非常にいいですね、はい、まあ、こういうことをやっぱり注目ということですね。あとはですね、時折打つ右のストレート1本ですけどね、はい、これがかなり強そうです。リング上で激しい睨み合いがあります。小林さん、はい、一言で石松選手どんなところに注目しますか。そうですね、左をですね、はい、うまいこと外して、そして右の幻のパンチは楽しいですね。さて幻の右が当たるか、いよいよ世界ライト級タイトルマッチゴングになります。さあ第1ラウンドが始まりました。力と技の対決、石松の強打かブキャナンの技か。まず第1ラウンド立ち上がりをじっくり見てみたいところです。ブキャナンいきなり右を伸ばしました。かなり強気ですねブキャナンは、はい、第1ラウンドからちょっと打ち気に出ました。挑戦者のケン・ブキャナン世界ライト級1位、ゆっくりとリングを左に回ります。挑戦チャンピオンの石松です、まあ、問題はこのブキャナンの左、これを石松がどういうふうにあしらうか。もしこの左をまともに何回も食うようだと石松今夜危ないですね、うん、そういうこともねちょっと不安のやるようになるんですけどね。早くも攻撃的に勝負を仕掛けてまいります。左フック、チャンピオンの左フックです、まあ、できるだけ早くね石松がね、はい、剣をね中に入ってですねかき回すことができればね面白いと思うんですけどね、はい、問題は
練習で見せたスピードがリングで出るかどうかということですね、小林さん。これはビギナーの場合ですね、やはりキャリアも豊富ですしね、そういったあれはないと思うんですけど、石松が早く自分のペースをつかむということですね、はい、それにはやはり先にパンチを当てるということですよね。なんか感じがですね、ビギナーの1回目からね、非常に強気で攻めてはいるんですけどね、はい、これもね、スタミナ老人にどうかと後半になってちょっと思いますけどね、はい、一松その今後は落ち着いておりますからね、しかしできるだけ打たれないようにすることがいいですね。石松はまだほとんどパンチを出しておりません。もともとこのチャンピオンの石松選手は割合にスロースターターと申しますか、立ち上がりあまり手数を出しませんね、そういうところありますね。そういった意味であまり左のパンチを許しますと相手が調子に乗ります。石松の顔面がちょっと赤くなりました。でもよく見てますね、石松パンチをね。おいい左ですね、やはり、はい、レフト早いですよ。あれは外さないといけないですね。これはもうジャブというよりはむしろストレート、ストレートになりますからね、はい、あなかなかシャープですね。まあ、私これに焦りを感じないことですね、はい、焦らないでいつかはチャンスありますからね。昨年の4月にゴンザレスからタイトルを取りまして、これが3度目の、おっと左上がった、強い左、相打ちになりましたね、はい、まあ、パワーでいくとやはり石松の方がありますか、重いパンチがあると思いますね。一発の破壊力で打ったら石松の方があると思いますね。第1ラウンド終わりました。第1ラウンド白井さんの採点5対5の互角であります。両選手の戦略経歴をご紹介いたします。赤コーナーガッツ石松25の身長でキャナンが1センチ、リーチで 1.5 センチ、まあ、横幅で石松がややあります。上背でキャナンが勝ります。そして、アップライトのためかウキャナンの腕の方が石松よりもやや長く感じる、そういう第1ラウンドの感じでした。さて第2ラウンドが始まりました。第1ラウンドで石松は一つだけ強い左のパンチを出しました、まあ、石松としてはやはり右の相打ち、これを狙っているという感じですね。そうですね、そういうこともありますね。第1ラウンドが静かなスタート、第2ラウンドです。速い左、完全なストレートパンチです。ストレートですね、速いですね。石松のボディーブロー、専属コーチのエディ・タウンゼントさんが、石松はとにかく相手のブキャナンのスピードに負けないスピードでやらないと今度は危ないと、いうことを言っていましたが、おっ勝負に出ました。右ストレートを当てた、ね、強気なんですよね。気が強いですね、この人は気が強いですよ。一見するとね、優男なんですけどね、非常に強いんですよ。今の左のストレートちょっと打たれましたね、はい。石松はほとんど左を出しません。相手を誘っている感じ、ロープに詰まった。石松飛び込んで左、これはかわされ、あっ、これは効いた、これは効いた、効きました。右のストレート、石松今のパンチは効きましたね。ビキャナンの顔面が真っ赤になりました。あっ、今度は右、今ちょっとブキャナンが右です、ね、アンチューから左フック、石松の右フック、大きなパンチ。第2ラウンドちょっとエキサイトしてきました。カウンター、今のいいカウンターですね。いいカウンターになりましたね、ブキャナンの動きを非常によく見ているチャンピオンの石松でした。ちょっとブキャナンの表情に戸惑いの色がありませんか。今の打たれたんですね、はい、ちょっとやっぱり打たれもろそうな感じは受けましたね、今の2月はね、はい、しかしね、剣もね、はい、細かくはかなり打ってるんですよ、特に左のストレートはね、はい、
このラウンドで石松が、あるいはこれはいけると、そういう感覚を持ったかもしれません。かもしれないですね。あのニアスは良かったですね。石松は非常によく見ています。しかし、天武キャラのパンチもなかなか速いものがあります。もちろん油断は大敵です。速い4連打。ここで第2ラウンド終了。第2ラウンド、平井さんどうですか？5対4。ね、クリンヒットありがとうございましょう。さて試合は第3ラウンドですが、今日は先ほどもリングに登場しました先輩チャンピオンの柴田邦明選手が場内におりますので、後ほど時間がありましたらば試合の経過などについて印象を聞いてみたいと思います。さて第2ラウンドでちょっと動きがありましたが、チャンピオンサイドの足川さん、はいはい、そちらのコーナーはどうですか？とにかくですね、第2ラウンドは非常にいい動きだった。ただまだちょっと左をもらいすぎるんで、はい、頭を振ることですね。それから足を使って相手の左を外すこと、はい、それからエディ・タウンゼントトレーナーからは特に右のストレートを気をつけろと、こういった指示が出ております。以上です。大きなパンチ、ちょっとね、剣もね、焦り気味ですね、はい、強打してますけどね、ちょっとあれミスになりますと相当やっぱりスタミナの漏しがあるんじゃないですか。まあ、今朝の10時の計量が133ポンド4分の3、思ったより低いウエイトでしたから、そうですかね。そういう意味でウエイトがこの試合にどういうふうに影響するか、ケンブキャナンの場合は大きいようですね。なんとかちょっと焦りがあるようですね、はい、さて、挑戦者のコーナー、ブキャナンのコーナーの太目さん、どうです、はいはい、そちらは、こちらの方はですね、はい、ジャブをワンツーと対応していけと、そして懐に飛び込んで、どんどん、近かっていく方がいい、懐に飛び込んでいく方がいいという指示をお父さんが出しております。なるほど、内側に入ろうというブキャナンでしょうか。さて白石さん、はい、あーっと右が飛びました。今の右、今の右ね、ブキャナンというのは気が強いですね。いや強いですね。内側から打ち返す、本当にいいこのハイブリッドスピッツですね。まあ、しかし、ブキャナンの場合はですね、まあ、芸術的なフットワークというようなことを盛んに過去に言われてきたわけですが、今夜の試合に限ってはまだそのフットワークがないようですね。ね、結局自分が、ね、必要以上に打ち気になっちゃってるわけですよね、はい、だからなんとなく、ね、体が浮いてるようなそういう感じもするんですけどね。ちょっとこうクレーバーのね、はい、最初ボクシングした方がこの人はいいんじゃないかと思うんですけど、ちょっと焦り気味なんですね。速いワンツーを飛ばします。この辺りが先ほどの赤コーナーのレポートにもありましたように、石松にとっては警戒のパンチ。しかし、まあよくね、ミットが出ますね、はい、左がワンツーです。しかし、ちょっと足が前に、右足が前にうまく出ないようですね、ブキャナンは。ね、やはりちょっとね、無理打ちしてるんですよね。これはやっぱり精神的な一つの焦りがあるんじゃないですかね。石松がボディから顔面に行こうというところです。ボディだけ当たりました。エキサイトしています、ケン・ブキャナン。第3ラウンド、石松さんの採点は5対5の互角と出ました。さて、試合はこれから第4ラウンドに入ります。青コーナーの福留さん、ちょっとブキャナンの左の目が腫れてきたようですね。ちょっと腫れてきまして約半分ぐらいしか見えなくなったようですので、頭を左右に振れという指示が飛んでおります、はい、ブキャナンの左の目がちょっと腫れてきました。まあ、こういう左を多用する選手には小林さん、はい、左の目というのは重要ですよね。そうですね、これはちょっと練習の時にね、はい、痛めてしまったらしいんですけれどもね。現在までのところ第2ラウンドに石松のパンチで有効打で、ワンポイント白井さんの採点はリードになっておりますが、あっと見上がった、いいカウントになりましたね。石松が右を狙ってますね、はい、まあ、ベテランの百戦錬磨のケン・ブキャナンがちょっとエキサイト気味で、むしろ石松の方が非常に冷静に試合を始めるという感じですね。まあ、しかしそういうとこ
はね、やはりもうチャンピオンのゆとり言ってますからね、はい、これがあるんでしょうね。29歳のジャナのね、今打ったね、ワンツーあれ早いですけどね、バランスが悪いでしょ。バランスオフバランスになるでしょ。あれ危ないですね。あれもういいカウンターの餌食になりますね。まあ、あの石橋にとってはこの石橋にとってのとにかく世界中で最大の壁であるケムキャナ、これを破ればもう大変なことですね。本当にまたね、世界でも本当に有名の、まあ、ギーザーですからね、はい、ブキャナンのフットワークはあまり見られません。第4ラウンドわずかに左のまぶたが腫れ上がってまいりました挑戦者のブキャナン。イギリスからは白井さんが28年でしたかね、テリーアレン、はい、そうです。ちょうど3度目の防衛戦で戦いましたね。そうです。あのイギリス流のボクシング、このブキャナンのボクシングを見てやはり完全な英国流といいますかヨーロッパスタイルという感じですか。まあ、中間中間じゃないんでしょうかね。中間、はい、なんかそんな感じしますけどね。でこの人はまあいろんなところ行ってるんでしょ、はい、それでまあいろんな技術を覚えてきてるんじゃないですかね。まあ、あの小林さん、はい、現在までのところパンチのスピードはなかなかブキャナンありますが、思ったよりフットワークがないという感じですね。確かに足のバランスはちょっと悪いんですよね、はい、鼻血を出しました。ブキャナンの右側に鼻血を出しました。ブキャナンのね、あのレフトですね、はい、打った後はちょっとね引きが遅いですね、はい、ラストチャンスですね。挑戦者のブキャナンが鼻血を出しました。第4ラウンドです。のロングスピード第4ラウンド終わりました。ゆっくりとコーナーに帰りますケンブキャナン、鼻血が出ております。5対5の互角と出ております。さて、あの場内にいる柴田さん、はい、ちょっと伺いたいんですがね、はい、どうですか今日のその石松ブキャナンの試合。もうドキドキしちゃってもうしょうがないですね僕の方が。あ、そうですか、はい、あの試合の展開としては思ったよりもブキャナンの左を食わないで石松選手が転倒しますね。あの左を見てるみたいですね、はい、これからだんだん石松調子出してくると思います。まあ、あの柴田さんもこのブキャナン選手の練習を何度かじっくり見てましたね、はい、あれはどうしてですか。やっぱり上手でしょブキャナン人、僕なんかも学ぶ点がいっぱいあると思って、ずいぶん通いました。まあ、石松選手がですね、はい、このブキャナンを打ち破るには、まあ、これから柴田さんとしてはどういうアドバイスを先輩として送りますか。僕と石松またボクシング違うんでその辺エディさんが指示すると思うんですよ、はい。まあ、特に今のところ注意はないということですか。はい、場内の柴田選手にちょっと話を伺いました。次はハイグラウンド石松のボディーブローです。まあ、石松もね早い回にね、はい、まだブキャナンもねちょっと調子がね乗ってないようですね。まだ高いですよペースと言いますか、リズムと言いますかね、フットワークにしてはい、このうちにねライトクロスを一発かましてるんですね、はい、一つ山を作りたいですね早い回に。石松としてはこの辺りでもう一発チャンスを掴んでおくとポイント的に大変有利になるということですね。そういうことだと思いますね。石松の左相打ち、あーと見えた、ね、左の3点だから右ストレー ト、なかなか今のはいけませんね。ちょっと待ってね、ちょっとエキサイトですかね、今のような左の連打から右を打ち込んでくるのがブキャナンの最も得意な攻撃という感じですね。武器だそうですからね。武器ですね、早かったですよ、ね、はい、本当にショートですね。スコットランドの民族衣装であります、タータンチェックのそのタータンチェックを使いましたトランクスを履いておりますケンブキャナン、そして、白いトランクスにはスコットランドの旗が縫い取りされております。あのね、ケンさんはね、はい、やっぱり彼を追うことに非常に、ね、調子に乗ってついてくるんじゃないですか。そういう意味でね、
早い段に一山ね、はい、あの一つ当てて、コンビネーションでにしたい。バッと効いた、このパンチは効いた、後ろのパンチは効いた。しかし、ベテランもタフです。ベテランもなかなかタフです。さあ、打ち合い、打ち合いになった。ベテランの目が晴れました。ね、オブリー、石松エキサイト、石松エキサイト、しかしこのラウンド石松が取りました。それでは前の回の石松の攻撃を、いいパンチですね。ブキャナン棒立ちです。素晴らしい攻撃。あ、雨が晴れてきましたね、白井さん。晴れてきたですね。こうなりますと挑戦者のブキャナンにとっては大変に苦しいハンディキャップになります。左目、高尾アナウンサー、はい、福留ですが、はい、青コーナーです。ですね、今度からアウトボクシングをしろという指示が飛んでおりまして、ほとんど目が見えなくなっております。それから記者の方ではですね、ブキャナンの方がどうもこの左が当たらなくなったために、苦しんでいると、はい、石松は非常にうまい試合をしているという、まあ、高知新聞の秋山記者などの批評があります。はい、アウトボクシングをしろという意見だそうですかね。大体ね、この人あんまり、はい、まあ、最初から自信も、まあ、あったんでしょう。もうじわじわ出ていったでしょ。そういうタイプじゃないと思うんですよね。なるほど。この体はね、やはりボクシングしながらチャンスを見てそこで攻める、そういう攻め方、これがこの人に合うと思うんですけどね。まあ、第1ラウンドから上がってたんじゃないですか。第1ラウンドから攻めてきた。それを見ますと、まあ、石松選手はですね、僕の戦績を見ると負けが11もあるから、うん、相当僕のことを舐めているだろう。だからブキャナンは出てくるんじゃないかというようなことを言っていましたが、まあ、石松選手のその勘通り出てきましたね。石松のワンツー、まあ、石松とすればね、思う相撲なんですよ。はい、あの相手が出てきてくれるからね、迎え撃ちしてればいいですからね。ロープに詰まった石松、しかしブキャナン出てきません。軽くかわしました。今のようにね、ああっと石松だった。剣はね、うまみを見せたね、そういうのを交えたボクシングがこの人が一番いいと思うんですよね。ちょうど1970年、5年前に、イスマエル・ラグナを敵地で破りまして、一度世界の王座を極めておりますこのケン・ブキャナン、二度防衛して、ロベルト・グランに敗れました。これが王座返り咲きを目指します今夜のタイトル挑戦であります。大きなパンチです。無理打ちしてますね。ちょっと無理がありますね。まだまだちょっと焦りがね、残ってますね。硬いですね。まあ、記者会見でも、それから来日した時の羽田での会見でも、本当に自信といいますか余裕満々だったブキャナン、いざ蓋が開いてみますとちょっとブキャナンに焦りがあるという感じですね。しかしスピードはありますね。レフトはいいですよ。レフトはなかなかいいですよ、はい、今の試合なんかでもね。ブキャナンが思ったほどフットワークを使って入ってこないのは、石松が相打ちを狙っているんで、やっぱりそれを警戒しているということはありますか。ある程度やっぱりそういうね、相手が待っているということで、まあ、半分怖さっていうのはあるんじゃないですか。はい、まあ、石松という選手は小林さん、はい、大変に気分屋の選手ですから、はい、まあ、乗ると強いですからね。そうですね。いや、この15回のうちにですね、必ずその石松さんがですね、はい、乗るときあると思うんですよ。今の変化ですね。激しい試合で第6ラウンドありました。5対5の互角と出ております。さて、試合は中盤の第7ラウンドを迎えます。ケン・ブキャナンのコーナーです。ちょっとブキャナン選手の顔は見えませんが、だいぶその左の目が腫れ上がってきておりまして、あるいは左の目が次第に見えなくなってきているかもわかりません。そのあたりの情報はまた青コーナーからレポートしてもらうことにいたします。さて、第7ラウンド始まりました。石松に何とも言えない余裕のようなものが表情にあります。第7ラウンド、しかしブキャナンとしてはこの左の目の状況によって
これまでのキャリアからやはり必ずいつか勝負に来るという感じですね。かまかですね。あるいは早い回に勝負に来るということも考えられますね。ハンデしょってますからね、目の。だからそうなりますとね、やっぱり石松を思うつぼでね、迎え撃てますからね、チャンスありますね、石松大きなパンチですが、これは避けられました。石松も強気です。放送席高尾さん、はい、米倉会長はですね、大体これでブキャナンの動きが分かったんで、このラウンドあたりからは少し小さくですね、ワンツーを打たせたい、そういうふうに、セコンド陣にみんな大きな声で指示しろと、こういうふうに言っておりますね。でまだ右のクロスで狙うのは早すぎると言ってます。まだブキャナンの足が完全に止まっていないということですね。そうですね、はい、得意の幻の右はまだ温存せよという赤コーナーのチャンピオンサイド。まあ、振りを小さくしろということは非常に適切なアドバイスですね、はい、これはもういいことですね、まあ、さっき大振りしてね、はい、バランス崩したけどああいうのはいけませんからね、やっぱり小さく打つことが一番いいでしょう。ブキャナンが右に回りました。また一発でなくね、連打したいですね、はい、石松としては連打をしたい、連打したいですね、はい、ブキャナンというのは割に可能がいいですからね、はい、一発外してもね、2、3と当てるようにそういうんだといいんじゃないですか。石松の左、ブキャナンの顔面が上がりました。一発一発のパンチは非常に速いものがあります、チャンピオンの石松。しかし連打はまだ見せておりません。ブキャナンがね、目がね、だいぶ良くなってきたんですね。良くなってきた、はい、この回なんかでも非常にこうなんか目がよく見えるようなね、はい、ディフェンスの面でね、今でもちょっとタイミングが崩れたでしょ、はい、感が良くなったですよ。だこれをうまくね、打ち込むことですね。まあ、ブキャナンという選手はですね、中盤から変わらないとね、スタミナ僕あると思うんですよ。ありますからね、はい、過去あの15回戦は10回経験がありまして、そのうち5回は15回戦っております、このブキャナン。そういう意味でね、はい、早くに一つ山を作ってね、痛みつけていくと、すごく楽なんですけど、ね、まあ、まあ、私の採点では、2ラウンド取ってますからね、はい、まあ、ある意味ではいいと思うんですけどね。石松は過去まだ15回戦は5回やっておりますが、いずれも KO で終わっておりまして、15回戦ったのはわずかに1回だけです。そういう意味でスタミナの配分、ベテランのブキャナンに1本打ち抜きの長があります。あのレフトはね、目立つでしょ、はい、ああいうのはちょっとやっぱり良くないですね。まあ、人権法の採点でちょっとポイントになると、さて第7ラウンド終わりました。このラウンド白井さんの採点は互角と出ております。さて、これから試合は第8ラウンドを迎えます。後半に入ります。元気よくコーナーを飛び出したチャンピオンの石松。高尾アナウンサー、はい、ブキャナン側ですけれども、足が止まりがちであるからもう少し足を使って、そして左ジャブを多用しろというふうにセコンド陣に注意しております。はい、それから目の方なんですが、目の方は石松の右はちゃんと見えるとブキャナンは言っております。ああ、そうですか。まだあの石松の右は見えるようですね、ブキャナンは。あ、そうでしょうね、まだクローズはしてませんからね、はい。さて、とにかく左をもっと正確に当てろとか、いろんなそのブキャナンサイドで小林さんアドバイスがですね、はい、出始めている。逆に言えばブキャナンがそれだけ動けないということでしょうかね。そうですね、左も的確に当たってませんでしたね、はい、おっと勘が良くなったんですよ今の。ブキャナンの勘が良くなってきました。セインバックしてね、はい、うまいカウントアウトなんていうところはね、なかなかやっぱりね、テクニシャンですね。このあれですね、左の相打ちでもいいんですよね、はい、石松君は左を常に伸ばすことですね、左打つということですね、ジャブストレートですね。挑戦者のブキャナンにとって、まあ、石松というのは、はい、アメリカンスタイルでもないし、はい、それからヨーロッパスタイルでもないし、はい、石松流のいわゆるのらりくらり、はい、下がりながらチャンスを下げる、そういうボクシングですから、ブキャナンにとってもやりにくいんじゃないですか。やりづらいと思いますね。そしてまたいつ右が飛んでくるかわからないですからね、はい、非常にその神経戦を要求されます、対石松戦、挑戦者の兼ブキャナンです。石松もあれですね、右のロングフックね、はい、これを狙っているようですね。あ、ブキャナンが動き始めました。フットワークを使い始めました。上手くなったんですよ、足も速いしね、はい、勘がだいぶね、冴えてきましたね、ブキャナン。そうしますと石松にとっては後半なかなかまた苦しい展開が予想されました、ね、なる
ような、ね、感じしますけどね。お互いやったの動きが読み取れたっていうような感じですから ね、 ね、問題はチャンピオンの石松の得意の幻の民がいつ炸裂するか。ここに石松さんには興味が全て集中します。動きがシャープになってね、はい、それにはやはり石松がですね、力まずに左打つってことですよね、はい、ひょっとして右も出ると思うんですよ。ブキャナンの動きがわずかにシャープになってまいりました。ブキャナンがね、やはり前の回からね、はい、イギリスらしいボクシングをするようになったんですから、はい、これはちょっとね、怖いんですよね。早い左です。さて第8ラウンド、白井さんの採点は5対5の互角と出ております。試合は第9ラウンドを迎えます。タータンチェックが見えます。県ブキャナンサイドのコーナーです。青コーナー、白井さん、はい、ここまで見てですね、はい、県ブキャナンポイントをリードされておりますが、はい、先ほどの話のようにだんだん良くなってきたという感じですか。良くなってきて、はい、それだけにですね、後半ちょっとね、心配と、はい、こういうあれはちょっとありますね。まだですね、石松のねいいパンチが、あんま出てませんからね、はい、これなんですね、これの噛み合いがどうなるか。石松がまた得意の喧嘩殺法です。石松の攻撃、大振りですね。輪島のスタイルになりましたね。ちょっとそんな感じですね。石松としてはこれは牽制ですかね。牽制ですね。本当に牽制してね、はい、威圧感を当てるんですね。格乱しようとしてるんですよ、はい、この辺りも石松の方も大変頭を使いながらボクシングをしている感じです。ブキャナンの表情が非常にきつい表情になりました。石松はロープに下がったままカウンターを狙うスタイルです。石松としてはもっと打ち合いに出てこいと、もっと前に出てこいということで今誘ったような、そういうボクシングですかね。そうなんですよ、初め精神的に脅かしておいてね、はい、ほんでちょっと待って、開けてこいと、こういうことなんでしょう。まず、ブキャナンの左のパンチ、このあたりを注目してみたいと思う第9ラウンドです。最近のね、石松はね、はい、自分がぐんぐん出てって打つというよりね、こう待ってね、相手に打たせて、それミスを、見込んでいってカウンターすると、はい、こういうんで、ほんでガッと一気に追うの、こういうボクシングしてますからね、はい、自分であまり追うというよりね、じっくり待っているような形になってますね。誘ってんでしょ。試合前の本当が目立つね、はい、何日間かの練習でブキャナンが特に右側にこう体を倒す、右側にダッキングをする、そういう癖があるように見えてたんですが、今日の試合の中ではまだどうですか。だいたいやっぱり右にしてますね。右にしてますか、はい、そんな早いから分かんないんですね。西松が打つチャンスのところにはいないわけですね。いないですね。7回8回ですか、はい、ほとんど石松のパンチを許してないと、それだけ目が効いてきたということがあるわけですね、はい、ちょっと足が引っかかりました。バランスを崩した、バランスでしたですね、その辺うまいですね、入れ替えるところはね、はい、体勢をくるっと入れ替えたらすればね、左の相打ち、左が多用されます。左を十分に使いますブキャナン。第9ラウンド終わりました。このラウンドも平井さんの採点は5対5でブキャナンにポイントが上がりません。石松が10回前後に KO すると、KO 宣言をしたラウンドです。
まあ、しかし今のブキャナンの動きですとなかなかナックアウトするのは難しい感じがしますね。うまくタイミングさえ合えばのことなんですけどね、はい。まあ、石松の場合は本当に一発ワンパンチという、はい、一発で倒すだけの力がありますからね。そうですね。ただそれをねあんまりこう力んでですね、はい、するとやっぱりねタイミングがちょっと合わないからね、やはり自然に行きたいですね。ただブキャナンがですね、はい、調子をね出してきただけにね、まだ私はあのポイントはあまりリードしてないんですけどね、ここにやっぱいいものをね全部出してるんですよね。そうですね、あの、まあ、実際にはこの試合は実点法で採点されておりますので、はい、あるいはこのブキャナンの左がですね、はい、だいぶポイントになってるかもしれませんね。これ今ね10点を出すとね10対9になってますね、はい、この前の回は、はい、前の回はね、はい、僕はそういうふうに思うんですけどね、はい、そういう意味で石松としてはあの左レフトを十分に警戒して外さなければなりません。石松手数という声が場内から上がっております。ちょっと手数が少ない失礼しますけどね、はい、ちょっと手数が少ない感じがします。もっと狙わないで、あのリラックスにパンチをですね、はい、出した方がいいと思いますよ。放送席高尾さん、はい、チャンピオンコーナーですけどね、はい、この前のラウンドからね、ちょっとブキャナンのペースに巻き込まれているんだから自分からどんどん追っていけという指示が出てますね。なるほど、チャンスがあればもう右を狙えというふうに言っています。やはりあのセコンド陣もよくそのあたりは分かってますね。そうですね、あの確かにそうは思わないですね。さてそういうアドバイスが出ましたが、果たして石松がどういうふうにリング上動きますか。ちょっとあの、ね、レフトを打たれるんでね、はい、ちょっとこれが目立つんですね。左が5発、6発、7発、しかし、まあ、クリーンヒットはしていませんが、なかなか石松としては入りにくい。あれでもね、いくつか打たれるのがポイントになりますからね。そうですね、まあ、右を狙ってる、かもわかんないですけどね、はい、石松が左ストレートから左、まだこのラウンド石松クリーンヒットがありません。ブキャナンのパンチも空振り、コーナーに詰まって左フック、右のアッパーカット、ショートアッパーです。ブキャナンのショートアッパー、今度は左、ほとんど手数がありません。打たれてますね。あの左打つことにしない石松君はね、今回かなりのレフトを打たれたね、はい。まあ、ブキャナンの左というのはもうコチンコチンこう当たって槍のように当たってくると、パートナーが言っていましたけれども、やはり数打たれると効いてきますね。押され気味ですね。第10ラウンド終わりました。逆に5対4とこのラウンドを取られております。チャンピオンの石松、このラウンドチャンピオンはインターバルの間椅子に腰をかけません。立ったまま汗を拭いてもらっております。小林さん、はい、石松選手はまだあのスタミナの疲労とか、それはないですね。全くないようですね。ないですね。非常に余裕がありますよ。余裕がありますね。第11ラウンド、余すところ5ラウンドとなりました。今晩の世界ライト級タイトルマッチ、世界1位挑戦者ケン・ブキャナン、迎え撃つチャンピオンの石松、3度目の防衛戦。ブキャナンの速い左のリード。高尾アナウンサー、はい、記者席の採点なんですが、10ラウンドを終了いたしましたところで4社に聞いてみましたら10点法で採点しまして、3社が、石松の3ポイントリード、それからドローといった記者が1人おります。それから、イギリスのロンドンのデイリーメールの記者とスコットランドのデイリーレコードの記者はともにブキャナンの方がわずかであるがリードしているとこのように言っております。日本の記者の方が3ポイントぐらいリードと、逆に向こうの記者が、ね、これちょっとね、はい、思いますね、あの見方の違いと言いますかね、ですね。で今あのレフリーやってるこの、ね、人、それからあの一人ジャッジいますね、はい、これはねこのボクシングをねどういう風に取るかということなんですね。ブキャナンのね綺麗なボクシング、はい、これはイギリス流でいうそのボクシングということなんですね。でこれをどういう風に取るかと、あのディフェンスも一つのテクニックですからね、はい、まあ、伝統的なヨーロッパスタイル、そういう意味ではディフェンスもポイントになるということですね。まあ、もちろんこれあのどこの国でもなりますけどね、はい、コートに重きに置くと、重きに置くということなんですよね。綺麗なボクシングっていうのはね、そういうあの主観の添いがあるんでね、はい、
採点がちょっと面白くなってきますよ。レフリーがアメリカ、ジャッジがイギリスと日本、そういう審判構成です。今晩のタイトルマッチ、石松がまだこのラウンドも目立って、パンチを出してませんね。そういうことですね。左のボディーブローです。左の3連打、石松、しかしかわされました。石松はね、一発うまく当たればね、はい、わっとこうね、なんて言いますか、怒涛のごとくね、いくあれがありますからね、はい、なんとなくね、こう期待を持って見ていられるんですよね、はい、まだ石松にほとんど疲労らしい後は見られません。ずっと今度ずっと逆転勝ちでしょ、はい、だから逆転があるんじゃないかとね、分かりにまだ劣ってませんけどね、そういう期待も出ますね。石松がちょっと首をかしげました。どうもうまく当たらないな、そういう感じです。相手がね、早いから、はい、今までの2人、3人はね、遅いんですよね。今までの、違いがあるというか、ね、はい、まあ、ゴンザレス、あるいはツリーピネダ、それとは全くタイプが違いますからね。全然違うんですよね、速さにおいて。ちょうど8ラウンド、あるいは9ラウンドあたりからブキャナンがわずかに試合の主導権を握った感じがあります。このタイトルマッチ、前半石松、後半ブキャナン、石松の右、いきなり右に当たりました。しかしあまり強いパンチではありません。ボディブローから右、あっと、ゴンが鳴ってから打ちました。あ、これは石松謝りに来ました。向こう側のコーナーに謝りに来ました。チャンピオンの石松です。このラウンド5対5の互角と出ております。試合は後半の第12ラウンドを迎えます。チャンピオン側の石松、石松選手、そしてメトルがブキャナンです。まあ、いずれもすでに結婚しておりまして、石松は女のお子さん、そしてブキャナンは4歳になる男のお子さんがおりますが、いずれもお子さんにタイトルは守る、あるいはチャンピオンベルトは持って帰るというふうな約束をしております。さて12ラウンド、ブキャナンのペースでこのラウンドもうまく攻め込んでいきますか。ブキャナンもちょっと焦った感じですね、もうとにかく本当にね、完璧じゃないんですよね。打ってはね、バランス崩すしね、そういうところをうまくつけないもんかなっていうのちょっと思いますけどね。石松は今すごい左のパンチを出しましたが、ああいうパンチがあるんですね。もうそろそろ相手になればね、はい、相手になればね、石松パンチありますからね、打ち勝つんですけどね。今一発だったですが、ものすごい左を出しました石松。ご覧のように鼻が、また鼻血が出てきました。ブキャナン、ブキャナンが動きます。足を使います。石松の左、いいタイミングに当たった。しかしこれはちょっと深すぎました。リングの中央です。石松としてはこの辺りで何とか一つ山場を作って、はっきりとポイントを取りたいですね。そうですね。ああ、すごい連打、すごい左、ブキャナン得意の左。ああ、石松狙いました。ちょっと狙いすぎ、マンチを見てますね。ブキャナンもね、相手の打ち方ね、打つのが大体分かってきたようですね、はい、まあ、今なんかうまくジャンプして避けてますね。お腹を引いて手の内が分かったということです。石松の速い左を出しました。左対左の戦い、このラウンド石松ね、頭はかなり強いですからね、はい、やっぱり打たなきゃダメですよ、あんま狙いすぎちゃう。すごいボディーブローです。大振りですね。あ、石松の左も速くなりましたね。この左、速い左が出ると右の辺りチャンスがあります。チャンピオンの石松、効いたですね。石松のボディーブロー、石松の左、いいタイミングです、いいタイミングです。石松の左フック、今度は右、依然としてコーナーに詰まったままですが、すごい速い左、強い左です。石松、いい左の打ち、いい左です。石松打ちました。
ました。ブキャナンのお株を奪いました。チャンピオンの石松、5対4です。さて試合はこれから第13ラウンド。この放送はサントリートワイニングコーチャ、日本プラロイド、神戸製鋼、全日空、デサント、山陽証券、トリオ、SS 製薬、資生堂の提供でお送りしております。あ、さあ13回、この前、ね、あと3回だけ。石松が左良かったでしょ。はい、今度はですね、この回は反対になるかもわかんないですね。ブキャナンが働くラウンドかもわかんないですよ。石松にまだ疲れの色、あるいは焦りの色、これは全く見られません。ブキャナンの左がいいですね、今のは。今は3歩ピッと出ましたね。はい、問題はその後に来る右が怖いですね。ただ、石松にとってもね、はい、相手が打ち込んだってくると自分にもチャンスあるわけですよ、カウンターのね。相打ち、石松は意識的に相打ちを狙っている感じです。相打ちであればですね、石松の分というのは重いですからね、はい、そうそう、人もんですよ。そうだね。だからね、相にブキャナンにね、左右の動きね、あれされるとちょっと石松のね、パンチが空をつくということになるんですね。今度はブキャナンのパンチは全部空振り。うまいディフェンスを見せます、チャンピオン石松。石松もしかしこうしてみると、このテクニシャンのブキャナンに対して、ディフェンスのうまさを証明しましたね。本当ですね。これはダウンではありません。ダウンではありません。スリップダウンですね。スリップダウン。ブキャナンはまともにこのパンチは食いませんでした。ボディーワッパー、そしてショート左から右、強いパンチ、石松の攻撃、見上がった、見上がりました。ボディーブロー、いいボディーブローですね。今のいいですね。石松のうまい攻撃。ブキャナンの逆転があるとすればボディーと言われておりました。そのボディーを攻めております。今度はブキャナンの右一発、あっと反撃されますよ。気の強い選手です、ケン・ブキャナン。反撃に転じます。ボディーブロー、石松のワンツー、幻の右、幻の右、石松が組んでいる、大きな感じ。ブキャナン足を使った。石松優勢、チャンスのラウンド。今度はブキャナンの反撃、打ち合いになりました。第13ラウンド、打ち合いのうちに終わりました。第3の採点ワンポイント、石松が取りました。このラウンド連続取りました。さて13回の石松の攻撃を一つスロービデオでご覧ください。白井さん、だいぶ効いたような感じがあったんですね。この回の攻撃は非常に圧巻でしたね。最後はフットワークでうまくかわしました。場内風船の回収、ものすごい歓声。14回、余すところあと2ラウンドだけ。石松のスピードは全く変化がありません。石松のスピードは全く変化がありません。ブキャナンも後半じわじわと良くなってまいりました。石松カウンターを狙っています。イギリスはスコットランドの首都エディンバラからタイトルを取りにやってまいりました、ケン・ブキャナン。この6年間常に世界のトップクラスによりましたケン・ブキャナンです。まあ、ブキャナンにとっては年齢29歳、まあ、最後のチャンス、そういうことですね。それに言えますね。高尾アナウンサー、はい、青コーナーはスコットランドなまりが強くなってきましたよ。セコンド陣そうですか。はい、身を乗り出している、ケン・ブキャナンの父親のトーマス・ブキャナン、大きな声でアドバイスを送っています。さあ14回、石松冷静、右の
盤に比べて倍ぐらいある大きなだるまを買い込んで、高めのだるまを買い込んでおります。余裕がありますね。余裕がありますね。石松としては、ポイントをリードしているとそういう風な感じが見受けられますね。そうでしょうね、まあ、だからああいう余裕もやっぱりちょっとあるんじゃないですかね、はい、石松のボディーブロー、打ち合いから最後はボディーブロー。剣部キャランの歓声な顔が変形しました。1ラウンドから石松のパンチを浴びて変形しております。チャンピオンにします。オープテンブキャラン、石松の速い左、また左、しかし石松のあの左のパンチで体が大きくのけぞりますね。左右の連打、石松の連打、これはクリーンヒット。こうなって石松また良くなりますからね、はい、もう12回13回13とね、非常に勢いに乗ってますね。放送席の採点ではかなり石松がポイントをリードしておりますが、14回終わりました。14ラウンド終わって、このラウンド第3の採点、3ラウンド連続石松が取っております。3ラウンド非常に良かったような気がしますね。いよいよ最終ラウンド、59分間の世界タイトルマッチ、最後の3分です。さあ始まりました、最終回。東洋人として初めて世界ライト級、最も強豪を締めくと言われますライト級の王者になりました、チャンピオン石松、3度目の防衛戦最終回。元世界チャンピオンの剣部キャナン、ラストラウンドはね、もうとにかく打つことですよ、はい、石松としてはスタミナもあります。打って打って打ちまくりたいところ。ほら本当にね、こう、まあ、過ぎだったことをね、はい、言うんですけどね、非常に石松ね、うまくスタミナの配分をね、乗ってきたと。特に中盤はちょっと休んでですね、ラストをですね、12回からたーっともね、勢いつけてますね、はい、これは非常にいいことですね。それと過去2回の防衛の自信といいますかね、そうですね、それが石松の場合は冷静さ、いろんな面で大きいようですね。そうですね、得意のボクシングをさせません。石松のうまいボクシング、そして左のフック、おっと当たった、クリーンヒットです。ブキャナンの左の目完全に潰れました。ブキャナンの左の目完全に潰れました。出てくるところ石松のチャンスです。石松にとってはチャンスがあります。15ラウンドあと1分20秒手元の時計であと1分20秒石松幻の右を狙った。しかしブキャナンはもう石松を倒すだけの力はなさそうです。場内からわっしょいわっしょい石松への声援が送られます。刻一刻と時間がなくなってまいります。石松の速い左、石松ボディから顔面へ、あと20秒です。あと20秒、石松狙った、これはジェスチャーです。ほとんど時間がなくなりました。もはやナックアウトはありません。試合終了、試合が終わりました。試合が終わりました。終わりまして、しっかりと両選手健闘を称え合いました。さて白井さん、
試合が判定となりましたね。そうですね、本当に石松がね、先ほど言ったようにね、はい、まずスタミナ配分をしてですね、はい、10ラウンド、まあ、今終了したわけですね、まあ、私の採点では石松判定勝ちなんですよね。はい、まあ、5点法で放送席採点しておりますが、さて公式のレフリージャッジの採点がどう出ますか。戦い終わりました世界1位ケンブキャナン、イギリス、小林さん、はい、僕はもう文句なしに石松選手だと思いますか。石松、はい、石松防衛、石松3度目の防衛なる、石松3度目の防衛なる。ご覧ください、石松ロープによりのぼりまして喜びました。石松3度目の防衛判定が、石松3度目の防衛判定が、平井さん、はい、しかし、ナックアウトで勝負は決まりませんでしたが、はい、これはしかし、テンプキャナンを破った石松の実力、うん、これはもう、まあ、このとにかく15ラウンド戦ってね、はい、文句なく勝ったんだから、これはもう立派なもんですよね。ラッキーとかそういうもんじゃなくて、はい、本当にもう完全に勝ったんですね。そうですね、ライト級っていうのは世界の中でも一番あれですね、はい、選手のね、その熱いところなんですよ、はい、そこで石松君がこう金武家のね判定を退けたってことは本当に盛り込みですね。ラッキー石松選手に3度目の防衛の認定証が贈られました。それでは石松選手に喜びの声を聞いてもらいましょう。もうしてやったりです。はい、はい、今日のね試合を振り返って何が勝因ですか。まあ、根性ですね、ガッツです、はい、これであとはデュランだけですね、はい、あ、本当さ